それにしても、すごい数の人ね。これってみんな、今日のライブに参加する人たちなのそうみたい。そこまで大きな会場じゃないんだけど、直前になって人気のあるグループが、いくつも参加することになってね。整理券を取るために並んだ時も、私が到着してから、すぐにずらっと長い列が後ろにできて、早めに来て正解だ そうだったのね。ニコのためにありがとうね、花よ。お礼に、今日はライブが終わった後、ニコが何かごちそうするわ。もう、そんなの大丈夫なのに。あ、でも、この近くに最近評判のお店があるみたいだから、帰りに行ってみないもちろんいいわよ。ライブが終わった後は、気分がさらに盛り上がって、 と話題も尽きないでしょうしね。うんうん。それも楽しみだな。あ、それはそうとニコちゃん。応援グッズはどれがいい一通りのものは揃えてきたつもりだけど。うーん、そうね。ステージからも応援が見えるような、光るものがあったら嬉しいかしら。あ、じゃあ、このペンライトなんてどうかな 大きくて、電池も交換したばかりだから、きっと目立つと思うよ。え、いいのあ,ありがとう。それじゃあ今日は、このペンライトでめいっぱい応援しちゃいましょう。ねえ、ちょっと見て、花よ。前にいる子たちが持ってるのって、ひょっとして。あ、あれって。 去年の冬ライブの時に観客席で見かけたメッセージを書き込んだうちわだよね。デザインも素敵だし、文字のところが光るようになってるから、応援の言葉がステージの上からでもよく見えていいなって思ってたんだ。ええ、ニコも一目見て可愛いなって思ってたのよ。うちわだと周りの邪魔にもならないし、 暑くなったら仰いだりもできるしね。いつかどこかのライブで使う時のために自分でも作っておきたいわね。きっとさらにライブを見るのが楽しくなるに違いないわ。うんうん。ねえ、ニカちゃん。もしうちわにメッセージを書き込むとしたら、どんな言葉にしようと思ってたのかな そりゃもちろん、頑張れーって応援とか、ありがとうって感謝の言葉とかかしら。でも、それがどうしたのふニ <laughs> コちゃんだったらきっとそう言うと思ってたよ。だから、はい、これ、見てみて。今日のために何枚か作ってみて。 メッセージ部分の飾り付けもとってもよくできてるわ。<laughs> ありがとう。リコちゃんもこれで一緒に応援しよう。頑張れ、ありがとう。他にもいっぱいあるから、好きなのを選んでね。